鹿児島稲徹底商人の田野豊です。今日はですね、なんとこちらのお二人に来ていただきました。はい、ここ白波スタジアムなんですけれども、今日はなんで来たかというと、前回皆さん動画見たと思うんですけれども、 U12 が全日本少年サッカー大会全国大会に出場したということで、それを記念して3本勝負の対決をしたんですよ。はい、見事に負けまして、え、3本ともストレートで4対1。ということは できないかなということで、まあ、フリーダーの2人、自己紹介をしてなかったですね。じゃあ自己紹介お願いします。はい、水本勝成です。よろしくお願いします。勝成です。谷口勲です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。勲です。まあ、約1年ぶりに2人にはこのスタジアムに来てもらって、今日は何をするかというと、今日実は J3 リーグ開幕 FC 大阪戦がある日なんですけれども、はい、その前に全座試合としてエキシビジョンマッチとして U12 と試合をさせてもらおうじゃないかということで、こちらのお二人、そしてね、もう一人鹿児島ユナイテッドのレジェンドにも来ていただきました。お願いします。今宮古の城東高校でサッカー部の監督をしています、新中剛です。おー、新中剛さん、よろしくお願いします。いやーね、今日は息子さんも一緒に、ね、息子です。はい、大谷くんです。よろしくお願いします。はい、今日はだからレジェンドチームで U12 に立ち向かおうじゃないかと、まあ、大人の本気、元 J リーガーの本気を、まあ、これから J リーグとかプロを目指していく子供たちなんで、そこをね、しっかり大人の厳しさ、プロの厳しさを伝えながら夢を届けられたらなと思うので、頑張っていきましょう。よいしょ、よろしくお願いします。お願いします。横から。
We'll be right back.
ということで、今試合を終えてロッカーに帰ってまいりました。見ていただいた通り、もうちょっと肺が痛いです。すごく余裕でした。嘘つけお前。実は昨夜軽く肉離れをしてしまって、痛み止め飲んでテーピング巻いて試合出てるの、公式戦さながらの雰囲気で。現役の時ほぼテーピング巻いたことないですから、ね、試合の時とどこで巻いてんの。まあ、結果ご覧の通り6対5という形で、すごいシーソーゲームで、まあうまいね。でも今の形はやっぱめちゃくちゃうまかった。本当に本当にこれからが楽しみな選手たちだなと肌で感じながらやらせていただきました。感想どうでした？久しぶりの鹿児島のピッチに立ってすごい楽しみ。確かにそうだよね。かっちゃんは2020で引退したから3年ぶりだね。3年ぶりのピッチに立ったっていう理想も。僕はレジェンドマッチ以来ですね。あ、じゃあ3年ぶりだね。2年ぶり。そうだよね。改めて本当にいいピッチで、いいグラウンドですね。芝の長さもボールの走り方もそうです。いや、優柔に乾杯でした。悔しかったですけど、まあ、本当に楽しいゲームになったので、これからの優柔の皆さんの活躍成長を期待しながら。楽しみですね。けどあんだけうまい子いっぱいおるじゃないですか。鹿児島のね、ジュニアに上がってくれる子であったり、それぞれの進路の、ね、子がおると思いますけど、バーの中からプロになったら鹿児島に入れてし経歴がついてるわけじゃないですか。それが楽しみですね。楽しみだね。こうやって一緒にね、やった子たちのことはプロになったり代表入ったりしてくれたら嬉しいし ね、その可能性を感じるような選手たちですね。っていう感じで、はい、今日は、こんな感じで終わりたいと思います。本当に、U12 の皆さん、保護者の皆さん、動画を見ていただいて皆さんありがとうございました。よいしょ。